こんにちは、ホルバーです。またまた革靴を買ってしまいました。まあ、こちらのね箱を見ていただければわかると思うんですが、今回購入したのはですね、こちらのオールデンです。久しぶりにですねオールデンを新品で購入しましたので、こちらをですね今回は開封してファーストインプレッションをしていきたいと思います。先ほどね新品で購入したと言ったんですけども、実はですねこちらは少し訳ありアイテムでもあります。某プレミアムアウトレットのシップスにあったものになります。訳ありアイテムということで、だいぶですね値段が下がっていまして、なんとですね 65% オフで購入することができました。で、一応ですね定価が11万6600円のものになりまして、そこからですね 65% オフということで、動画のねタイトルにもあると思うんですが、なんと4万円ほどでこちらをですね購入することができました。まあ、これをですね高いと取るか安いと取るか、まあそれはね人それぞれだと思いますし、まあ訳ありの理由っていうのも後ほど説明はしていきますので、まあ、それを見て、まあ、視聴者の方は、まあ、高いか安いかをね判断していただければなと思います。まあ、個人的にはですね、まあ、すごくいい買い物ができたなと思っていまして、すごく私としては満足した買い物になります。では早速ですねこちらを開封して、まあ、どんなねアイテムを購入したのか皆さんにお見せしていきたいと思います。まあ、試着はねして実物は見たんですけども、まあ、家に帰ってこちらをね開けるのは初めてですので、まあ、最初はねこんな感じでオールデンのシューバッグですね、こちらもきちんと付属しております。そしてこちらですねオールデンの紙がありまして、こちらを開けますとこちら、まあちょっとね袋に入っているので後でお出ししますが、こちら今回購入したのはこちらですね、オールデンの着火ブーツ、こちらをですね購入しました。で、型番はですね N6701 という型番のものです。オールデンはこの型番でですね別注かどうかっていうのも一応見分けることができます。型番の最初のですねアルファベットによって、まあ、どこの国で別注されたっていうのが一応わかるようになっています。で、今回は N がついていますので、この N っていうのは日本別注のアイテムです。まあ、他にはですね A というのがつくと、 A はですねアジア別注で、 D がつきますとこれはアメリカ別注になります。で、今回はですねこちら N がついていて日本の別注になりまして、まあ、先ほどもね少し言いましたがシップスで購入しましたので、こちらはですねシップスの別注になります。まあ、こちらのインソールにもですね、まあ、シップスの刻印が書かれていまして、こちらはですね、まあ、シップスの別注アイテムになります。まずは訳ありの部分から見ていきますが、どうでしょうかね。まあ、これを見てどの部分が訳ありなのか皆さんわかるでしょうか。こちらの訳ありの部分はこの色味ですね。まあ、ちょっとねこう映像で分かりにくいかもしれませんが、左右でですね色が変わっています。で、こちらの右足の方が若干ですね濃いめの色味になっていて、こちらの左足の方が、まあ、薄い色味になっています。で、こちらの右足がですね訳ありの理由になっていまして、まあ、これはですね、まあ、店頭のライト等で日焼けをしてしまったためですね、まあ、このようにちょっと濃いめの色味になっています。まあ、左右で見比べると結構ね色味の違いがわかるんですけども、まあ、これが訳ありの理由で、これによって 65% オフになりました。まあ、割と肉眼で見ると結構な左右差があるんですけども、まあ、この辺はね個人的には大丈夫かなと思いました。まあ、これによって、まあ、10万円以上するですね革靴が、まあ、4万円で購入できたので、まあ個人的にはねありだなとは思っています。で、一応ですねこちらに使われている素材っていうのはスウェードになりまして、で、最近こうスウェードもね欲しいなとは思ってたんですけども、まあ、やはりいざこう革靴をね買うとなると、まあ、ちょっとこうスウェードよりも、まあ、普通のねスムースレザーなんかを選ぶことが多くて、まあ、なかなかねこうスウェードを購入してこなかったんですけども、まあ、今回はちょっと訳ありアイテムではあるんですが、やっとですねこのスウェード
購入することができました。まあ、さらにですね、このスウェードはですね、アンラインドスウェードになりまして、触ってみますとこんな感じですね、まあ、非常にこう柔らかくなっています。まあ、アンラインドということでこの裏地がですね、まあ、ない仕様になっていますので、まあ、1枚の革でできています。まだ試着しかしていないんですけども、まあ、試着段階でも非常にねこの足当たりっていうのは良かったですので、まあ、その部分もですね、まあ、非常に気に入っています。でこちらの仕様なんかも確認していきたいと思います。で先ほども言ったようにまずはアッパーの素材はですねアンラインドスウェードになっていて、まあ、一応カラーとしてはベージュですかね、まあ、こちらの色味が、まあ、本来の色味で、まあ、ちょっとこう薄い感じのベージュカラーになっていて、まあ、それがですね、まあ、経年変化とともにこんな感じで色味が濃くなっている、まあ、そんな革になっています。そしてラストはですねおそらくバリーラストだと思います。ちょっとこれについてはね私自身クエスチョンマークがついていますので、まあ、その部分はですね、まあ、後ほど話していきたいなと思います。でそれ以外の仕様としては、このソールですね、アートソールはこちらはですねシングルレザーソールになっています。でオールデンの着火ブーツで結構定番として人気があるのが1339であったり1340というですねコード版の着火ブーツ、これがですね、まあ、非常に有名です。でそちらのアイテムに関してはダブルレザーソールになっているんですけども、まあ、こちらに関してはですねシングルレザーソールになっていますので、このソールの厚みがですね、まあ、若干薄くなっています。まあ、それに伴ってですねこのソールも非常に柔らかくなりますので、まあ、履いてすぐにこう返りがつくような、まあ、そんなソールになっています。まあ、見た目としても結構ねこうすっきりと見える感じになっていて、この着火ブーツのデザインにですね、まあ、うまくマッチしているのかなとは思います。そしてその他でいうとこの側面の小刃ですね、小刃の色味もこう別注品らしくですねアンティークエッジというブラウンカラーの小刃になっています。でこのヒールの積み上げなんかも少しねこうグラデーションになっていまして、まあ、別注アイテムなんかに多いですね仕様となっています。まあ、この色味もですねやはりこうアッパーの色味に合わせて、まあ、こういった仕様にしているのかなと思います。さらにこの内側のですねインソールの色もですね、まあ、ブラウンカラーになっていまして、割とですねこうブラウンとベージュでまとめた、まあ、そんな一足になっています。そしてここからですねちょっとラストについて話をしていきますが、こちらはですね、まあ、シップス別注になりまして、まあ、一応ですね、まあ、購入するときにオールデンと型番で検索しました。こちらはですね N6701 という型番ですので、まあ、オールデン N6701 でググってみたところ、まあ、やはりですねこのシップスのホームページが出てきまして、そこの説明書きにはですね一応バリーラストと書かれていました。まあ、私はバリーラストを持っていまして、まあ、一応ですね、まあ、バリーラストのマイサイズとしては US7、 これがですね私のまあマイサイズになるんですけども、まあ、こちらはですね US7 ハーフということで、まあ、マイサイズよりもまあハーフサイズ上のサイズです。まあ、ですので若干ねこう試着する前は大きいのかなと思ったんですけども、まあ、実際に履いてみたらですねバリーラストのこのゆとりのあるフィット感、これをね感じず、割と細身でこのボールジョイント部なんかも割とねタイトにこうフィットしてくる感じがあったので、まあ、その部分で本当にバリーラストなのかっていうですね疑問が残りました。まあ、一応ホームページにはバリーラストと書いてあったので、まあ、それを信じるしかないのかなと思ったんですけども、まあ、オールデンの着火ブーツで考えますと、オールデンの着火ブーツで私が知っているのは、まあ、一般的にはこうバリーラストが使われているもの、そして海外なんかではですね、まあ、割とこうレイドンラストというラストが使われることがあります。でバリーラストとレイドンラスト、まあ、この2つで比較しますと、バリーラストがですね結構こう大きめでボリューム感のあるラストで、まあ、サイズ感もですね割とこうゆとりのあるような、まあ、そんなサイズ感になります。でレイドンラストは、まあ、ラストの表っていうのがオールデンではありまして、まあ、そちらを見ますと結構こう真ん中ぐらいに位置するような、まあ、そんなラストになっています。幅が広すぎず狭すぎずといった、まあ、そんなサイズ感なのがレイドンラストです。で私もですねレイドンラストのローファーを持っていまして、それがですねこちらです。こちらがですねレイドンラストのローファーです。さらに私はバリーラストを持っていまして、バリーラストがこちらですね、こちらはですねバリーラストが使われたプレーントゥーになりまして、
まあ、こちらもローファーと同じく US7 で購入しています。で、まあ、一応ですね、こちらのチャッカーブーツがホームページによるとバリーラストになるんですけども、どうでしょうかね。まずはこちらをね、バリーラストと比較してみても、どうでしょうか。結構ね、違うなと思います。まあ、特にこのアウトソール側から見るとだいぶですね、この違いってのは分かるんじゃないかなと思います。結構ね、こっちの方がやはり細いですよね。でバリーラストの方が割とこうどっしりとした感じになるのが、まあ、見て取れるかなと思います。まあ一応こんな感じでこう合わせてみてもですね、まずこのヒールの大きさから違いますね。でこう合わせていった時も US7 のこちらのですねバリーラストと、まあ、ほぼ同じ、むしろこっちの方が大きいんじゃないかなという感じですし、まあ、この見比べた時のですね、この部分、まあ、土踏まずあたりの絞りなんかもですね、結構違うと思います。でここら辺のね、幅の感じなんかも結構違いますので、まあこちらのね、チャッカブーツはバリーラストじゃないかなとは個人的に思っています。で次はね、こちらのレイドンラストと比べてみますと、まあ、割とレイドンラストの方が近いんじゃないかなとは個人的に思いますが、まあ、やはりこのデザインの違いであったり、また素材の違いによって微妙にね、見え方は違うんですが、まあ、結構ね、こっちのレイドンラストの方が着火ブーツに似てるんじゃないかなとは思います。まあ、一応ですね、まあ、Google でオールデン着火ブーツで調べてみますと、まあ、これに似たアイテムってのがありました。まあ、それがですね、ナトリアから展開されているアイテムです。でそちらのアイテムもですね、まあ、こちらと同じ色味でアンラインドのスウェードになっていまして、ちょっとですね、このアウトソールの種類が違っていて、こちらはですね、普通のシングルレザーソールなんですけども、ナトリアの方はウォーターロックソールというですね、オイルが含まれたソールになっていました。まあ、その部分で型番はね、違っていたんですけども、まあ、見た目としてはこれとほぼ関わらなかったんですけども、ナトリアの着火ブーツのラストっていうのがレイドンラストでした。ですので私の見解としましては、おそらくですね、こちらはバリーラストではなくてレイドンラストなんじゃないかなとは思っています。でこの辺もね、オールデンに詳しい方に聞くとですね、まあ、オールデン側が割とこうオーダーをミスるっていうね、話も聞いていまして、もしかしたらシップス側としてはアンラインドスウェードでバリーラストでオーダーしたけど、まあ、オールデン側がレイドンラストで作って、それをシップスが受け取って、まあ、販売したというのもね、もしかしたらあるのかなとは思います。でレイドンラスト自体が日本ではほとんどね、展開されていないラストになるので、まあ、シップス側ももしかしたらその辺で分からなくて、ホームページにオーダーした時のバリーラストっていうね、文言を書いて、展開していたのかなと思います。まあ、それか、まあ、シップス側がバリーラストとレイドンラスト、まあ、これをね、間違えてホームページに記載しているのか、まあ、その辺は謎なんですけども、まあ多分ね、こちらはレイドンラストでいいんじゃないかなとは個人的に思っています。まあ、そんなこんなでこちらのですね、訳ありアイテム、色味の違いはもちろんなんですけども、ラストもホームページに記載されているものと違うというね、まあ、そんな2つ訳ありがあるといった、まあ、そんな一足になっています。どうなんでしょうかね。まあ、これを購入していった人たちはそのラストの違いってのは気づいたんでしょうかね。まあ、その辺はね、ちょっとわからないんですけども、もしですね、こちらと同じアイテム N6701 という型番のですね、着火ブーツをお持ちの方がいたらコメントいただけると嬉しいです。ということで今回はですね、こちらオールデンの着火ブーツを紹介しましたが、いかがだったでしょうか。まあ、色味としてもですね、まあ、これからの春に履きやすい色味になっていますし、まあ、アンラインドスウェードということですごくね、足当たりもいいですし、まあ、シングルレザーソールになっていることでソールの帰りなんかもすぐねつくと思いますので、まあ、非常にね、履きやすい着火ブーツなんじゃないかなと思います。といった感じで今回はですね、まあ、この辺で動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。
では次回の動画でまたお会いしましょう。